はい。和田秀樹チャンネル、和田秀樹です。えー、今日はですね、今すごく不快に思ってることをかか、まあ言わせてもらいたいんですけども、あのー、今回の、まあ安倍首相の、まあ、暗殺事件と言っていいと思うんですけども、この事件に関して、まあ、普通に考えたときに、まあ、警察の大失態だと思うんですよ。つまり、 まあ今、安倍首相の、元首相の国葬まで取り沙汰されているっていうか、もうほぼ決まりですけども、国葬になるってことは戦後二人目です。ということで、まあ、そのぐらいの重要人物であるっていうことですよね。ということは、まあ、逆に言えば、そんな重要人物なんだから警備はちゃんとしなければいけないのは当たり前の話で、それなのに、ものすごく手薄な警備、 あるいは、一発目の銃弾が撃たれてから、二発目の銃弾が、まあ、これで致命傷になるわけですけども、それまでの間に3秒とか5秒のタイムラグがあったにもかかわらず、誰も安倍さんの前後に入ってないとかですね、もう普通の国だったら絶対考えられないことですよね。で、あの、フィガロっていうフランスの新聞、まあ、には、 えー、この国の警察のトップは例のレイプ事件に関して世界の有力者のために逮捕状を握りつぶして起訴を行わな,なかった人物であるみたいなことまで書かれてるわけでやっぱり警察のトップが駄目だから治安が駄目なんじゃないのみたいなことをはっきりと書いてる海外の、まあ、新聞があるということなんですけどもやっぱり私もなんだろう まあ前からずっと話してることなんだけども今の警察っていうのが治安にあまりに重きを置いていないだからおそらく多くの人たちが例えばストーカーに会ったとか近所に変な人がいるだとかいろんな形で被害届を出してもなかなか受理してくれないっていう現状があるわけですよねそのくせして一時停止違反には3人も警察が立ってる みたいなことが方々で見られてるわけですよ。だから、ある意味、警察が治安のために機能してないと。あるいは、交番って、ね、やっぱり普通の人が感じてらっしゃることだと思うけど、ものすごく減りましたよね。昔は交番が至るとこにあったと。で、この日本の交番というのは海外でも非常に評価が高くてですね、 それで真似をする国さえあるわけですよ。ところが日本の場合はその交番の数は減ってるわ。そこに交番はあるのに誰もいないみたいなところも増えているような状態で、本当に日本っていうのが治安に人を咲かない。そのくせして一時停止違反には人を咲くみたいな現状があるわけですね。で、そこで まあ私がですね、産経新聞の正論欄にですね、やっぱりもうこんな首相がなくなるような大失態があったんだから、警察をもう少し交通から治安の方に配備したらどうかみたいなことを書かせてくれっていうふうに言ったら、はねられてしまいました。あのー、基本的に産経新聞っていうのは、おそらく他の新聞と比べて一番安倍さんとのつながりも強いし、 安倍さんの死を痛むはずの新聞社なのにその新新聞聞社社ななにそが警察批判となるとる、ね、だから普通だったらこの警察何やってんだっていうふうに産経新聞っていうのは書かなければいけない新聞社なのに産経新聞ですら警察批判ができなくなっているということですよ。でテレビ見ててもほとんど警察批判 あれ何やってんだというような話になってこないわけで、やっぱり一番今問題なのは、その警察が治安組織から交通組織に変わっているのに、例えば刑事ドラマをバンバン作って、警察はものすごく治安のために頑張ってるかのような印象操作をして、それで一方ではワイドショーその他もろもろで警察の批判を一切しないそう、こんなんじゃさ、 もう人が死んでるのに、警察を治安のために使おうっていう話にならないじゃないですか。ということで、まあ警察がね、人々に安心感を与えるための組織だったのが、交通を一生懸命やって、交通事故が昔比べて圧倒的に減ってんにもかかわらず、交通取締りの方に地道を上げる組織になっていると。まあ悪い言い方すればそれで金儲けをしている組織になっていると。 これではですね、市民の生活も守られないし、あるいは要人の命も守られないということがあるので、これに関しては、本当に本格的に、えー、やっぱり、あの、組織を変えていかないといけないし、そのために今の警察のトップがこれまででいいのかっていうのは、やっぱ考えないといけないと思うんですよ。だから、しかもマスコミもグルになって、えー、その批判をさせない。 ということだともう半永久的に今の警察組織が変わらないっていうことですからやっぱりマスコミの責任は僕は大きいと思うんですねでなんでマスコミが警察の批判をしないかって言ったらもうマスコミが自分たちで取材するんじゃなくて警察から情報がもらえなくなることを異常に恐れてるということしか僕には理由が考えられないいや本当はズブズブの癒着があるのかもしれないけどそういうことだと思うんですねということで 僕は、まあ、今回の事件というのは、本当に日本の警察組織が弱体化してるとか、治安のためになってないという大きな問題があり、さらに言えばそれをマスコミが批判できないっていうもっと大きな問題がある。ということだけは気づいていただければと思います。えー、和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。